ロンドン大学ゴールドスミスの研究者によって主催されたメタデザインワークショップのチームメンバーメタデザインの研究者は彼らの関係をシナジーさせるためにチームメイトの位置をマップする。メタデザインとは共同デザインを可能にするために社会的、経済的、技術的な基盤を再定義し作り出すことを目指す新しい概念的枠組みである。 メタデザインは参加者が共同でデザインを行うための具体的なツールや方法によって構成されている。メタデザインは一つの方法論として様々な領域を超えた学際的なメンバーで構成されるメタデザインチームによって共同し、これまで暗黙のうにち不可能だと決め込まれていたことに対して可能性や方向性を見つけ出す。生態系の仕組みからもヒントを得ている。 メタデザインという新しい領域が目指すのは、私たちの住まい方、食べ方、着方、コミュニケーションの取り方、生産の仕方、共生の仕方などを再考し、改善することである。メタデザインでは、環境破壊によってもたらされる壊滅的な惨事に対応するためには、一般の人々の考え方や振る舞い方を変えることが不可欠であるとされる。なぜなら、現在のグローバル経済では、 ライフスタイルは消費行動によって動かされているため特に政府が取るような目標と罰則という方法論では達成できないとされる。したがってライフスタイルに働きかけることができるクリエイティブなアプローチが必要とされているとしている。考えられる一つの解決法としては当地にデザイン思考を導入することであるとする。なぜならデザインによって介入することで ライフスタイルというレベルにより直接的に働きかけることができるからである。多くのデザイナーが個人的には環境について考えているとしても既存の経済システムが与える圧力に対抗するには勝ち目がないことがこれまで証明されてきたという背景がある。加えてほとんどのデザイナーはある特定の分野のスペシャリストとして働くようトレーニングされており、それによって 食と報酬を得ているので、自身の働き方を意識的にリデザインすることができないと指摘する。なぜなら、専門家というレベルであっても、現状は高度なレベルでの戦略的な力を得ることができない状況にあるからだと指摘する。それは、専門分野というものが、その特定の範囲内で通用する一般的な考え方や特定のやり方などの枠組みを作り上げるので、 既存の枠組みにとらわれずに物事を考えるということを難しいものにしていると述べる。このような背景のもとでは、高度に複雑な状況の社会を全体として捉え、それにしっかりと責任を持った方法で対処するよう、トレーニングされたデザイナーはどこにもいないと考えられる。したがって、メタデザインはバックミンスター・フラーが提唱したプライムデザインに通じるところがある。 メタデザインとは、社会にとって衣食獣の方法、生産や移動の方法を調整することによって、その環境の内部から、社会それ、自体を作り変える方法である。このような環境や倫理に対する関心が動機となり、研究者たちはメタデザインの専門性を確立しようとしている。それは、極度に複雑な状況における、新しいデザイン倫理の領域をなすものだとされる。 メタデザインは共同デザインや過去約50年の間にわたって現れてきたその他のデザイン方法の上位集合となり得る考え方であるとされる。メタデザインは多様な異なる領域の方法との間でシナジーを生み出そうとする企業家チームの間でも運用されるだろうと述べる。なぜならメタデザインとは機械を探し求めるプロセスの中で苦境も受け入れながら 自らを状況に応じてデザインし直す方法論であるからである。メタデザインの目的は、さらなるシナジーを生み出す性質、シナジーのシナジーを作り出すことである。そのような実践的目的のあるシナジーを作り出し、さらに、それらをコミュニティの中で共有することで、人間は、より少ないもので多くのものを成すことが可能になると、される。しかし、シナジーというものは、 従来のパラダイムや現実的な言語にとらわれない考え方であるため、つかみどころがないとも言える。メタデザインはこの弱点を認めながら、メタデザインのタスク全体の中で、活動的かつ創造的な言語を用いた要素を組み入れることで、この問題を克服し、新たなレベルに到達することを目指している。さらに、メタデザインを戦略的視点から見たとき、 シナジーが原則として相違性を必要とすることを認めている。概念的なレベルにおいては、ケストラーがバイソシエーションと呼んだ可能性発見の技術と類似している。生態学的なレベルにおいては、共生関係、または生物多様性によってもたらされる全体系的な安定に類似していると言える。したがって、メタデザイナーは、多様性の多様性を共同で模索し、 作り出していくことが必要であるとする。それは、共同によるイノベーションや開発、実地試験、評価と改善を要求する、困難を伴う期待であるとされる。メタデザインは、はじめ、1963年に、オランダ人デザイナーのアンドリエス・ワン・オンクが、ウルム造形大学在学中に、インダストリアルデザイン領域において、複雑性理論と情報システムの領域をも視野に入れて唱した。 デザインへのアプローチであった。それ以降、様々な異なるデザイン、クリエイティブ、リサーチにおいて、メタデザインという言葉が用いられてきた。例えば、ウンベルト・マトラーナとフランシスコ・バレーラの生物学的なアプローチ、ゲルハルト・フィッシャーやエリサ・ジャカルディのテクノ・ソーシャルなアプローチ、ポール・ビリリオのテクノ・ポリティカルのアプローチなどである。その後、 ミラノ工科大学に活動的なグループが出現し、世界各地の大学や、それらは基本的にバンオンフの考え方に基づいたもので、ミラノ工科大学においてさらに発展した。一方で、マトラーナとバレーラのアプローチをもとに、世界各地で非常に活発に活動をするグループも存在する。より最近では、メタデザインを構造化された創造的なプロセスとして、 体系化することが進められてきた。例えば、またより広い領域においては、ポスト構造主義の哲学者たち、ニール・ポストマンのメディア生態学、クリストファー・アレクザンナーのパターンランゲージ、ディープエコロジーなどに及ぶ。このような多様なアプローチが存在するのは、無数の解釈を可能にする、メタデザインという言葉の語源的構造によるところが大きい。ギリシャ語の、メタは、元来、側、 脇や、後に、を意味するが、現在では、事故の変容を含めた、変化、変形、変質の可能性を示唆するために使われることもある。したがって、メタデザインという言葉は、デザインそれ、自体をデザインし直すデザイン実践の可能性をも、含む。メタデザインの考え方では、デザインの段階では、その将来的な用途や問題を完全に予想する、ことはできないと考える。 しかし、これまで影響力を持ち、主流であったアリストテレス的なデザイン理論では、デザインは原因によって、そのデザインの最終的な姿が規定されることとなる。つまり、原因と結果には予測可能な関係があり、それに従ってデザインを進めるという方法論である。また、このような目的論的な観点は、そのデザインが売られ、これに対し、ユーザーを、 CEO をデザイナーズとすることにより、元来型のシステム開発の方法を超えて、システムデザインの伝統的な認識を変えていくだろうと期待するメタデザインの支持者たちもいる。メタデザインでは、実生活レベルで機能する明晰な関連性を強調している。なぜなら、有能なメタデザイン専門家または、合意性が得られる共同デザインの実践を成功させるには、 物事を積極的に作り上げる、前向きな精神を持ち合わせること、そして搾取するのではなく提供する精神をすべての段階で必要とするからである。もし、この関連性が自然を模倣する構造を含んでいることに気がつけば、それは、すでに今までの生活習慣に関わっている言葉自体を新しい視点から再発見していることになる。メタデザインの方法論は、 さらなるシナジーを生み出す性質を持つシナジーを作り出すためにすでに存在する資源の掛け合わせを試みることである。この幸運に恵まれた成果を望むとき、メタデザインチームは非常に有効性の高い、豊かな多様性を開拓することになるだろう。これはメタデザインが多様性に関する倫理領域を示唆していることになる。この観点では、ケストラーはそれをホラーキーと呼び、 また、ジョン・クリス・ジョーンズは、創造的な民主主義と呼んでいる。メタデザインの広範囲にわたる応用と概念を、背景に、カイオ・バッサオは、ツールという言葉に対するドゥルーズの解釈を引用し、メタデザインは4つのツールが1セットとなった、概念形成ツールとして理解できると述べている。抽象概念レベル図いと、位相機科学的思考手順を示すデザイン発生、出現、バッサオは、 メタデザインに対するすべての異なるアプローチにおいて、これらの概念的なツールを確かめることができると述べている。ありがとうございます。